皆さんどうも、りょうすけです。今日はですね、日吉ダムにバス釣りに来ました。で、今日は僕とちょっとプロフィッシャーマン2人で、今こんな感じでね、ボートを借りて、でこのダムを今日は1日攻略していこうと思います。非常に雰囲気いいので、普段僕も琵琶湖ばっかり行ってたんですけど、まあ、ここ最近琵琶湖なかなかのデスレイクなんで、まあ、今日はちょっと癒しを求めて京都の山あいのダムに釣りに来てます。まあ釣れるかわかんないですけど、まあ、今からちょっと一押しポイントに向かいます。じゃあ第一ポイント釣りましたか。クランク岬。クランク岬。じゃあちょっとプロはクランクで、で僕はちょっと朝一なんでトップウォーター。トップやで。え、それトップですか。ポッパー。あ、ポッパーね。プロはポッパーで、僕はペンシルでやっていきまーす。逃げ惑う小魚を演出します。なんかこうあれですよね、水面反射して岸際ギリが分かんないですよね。運行者分かんのかな。リザーバーの朝市はもうトップウォーターです。でちょっと岸ギリ攻められ、ポップをやってるっぽくない。まあ、あとはもう迫力のバイトシーンを撮れればもう今日は取れ高バッチリですけどね。はい、じゃあタックルがコンバットスティックヘラクレス、67M にコンクエスト101かで、ナイロンの14ポンドです。これでペンシルとあとクランク、まあ、この辺を使っていきます。それはローディアナ。何も考えないとグリグリ負けるぞ。割とキャスト精度上がってきた。琵琶湖通うとキャスト下手になる説。対象物がないですもんね。寒い寒い。でもなんか生ぬるい。おお、攻めたね。引っかかってる。ああ、よかった。絶対この岩盤が剥き出しているところの方が。トップ不発ですね。なんかこう岸から2、3メーターぐらいで出んかったらもう出えへん気がします。まあ基本的にはリザーバーは特に深いからだ。こう岸際。落として2、3回アクションさせたぐらいで来てくれたらもうベスト。ステイ。お手本みたい。ステイ。バス狙いたいと思います。あ、来たかも。おっしゃ、来たー。ギルング来ました。ギルングファーストフィッシュ。はい、釣れました。ギルまあでもなんか薄いっすね、色が濁ってる。これあ、こういう色になるんかな。ちょっと笹濁りやから。じゃあとりあえずギル釣れました。まあとりあえずちょっと今ベイトフィネスでコンバットスティックヘラクレス 66M にジグヘッドワッキー、ワームは安定のゲイリー山本です。いけ。ギルずっと走っとったな。そう、なんかね、根がかりかな。来た。何
おっしゃー、あ、バス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 、おバスはおんねんな。はい、やったね、やった一応今年初バス釣れました。やばー、小バスいじめてもた。めっちゃ可愛いやん、ね、手がすごい。ね、今プロが投げてるルアーと同サイズですこれはマジで。まあとりあえず坊主逃れたんで引き続き頑張ります。じゃあちょっとお借りした最高級タックルで初ビッグウェイト投げてみます。うわー、攻めるね人の道具で。あー、すごい滑らかっすねこれ。ちょっと台場とは思えない。これギア感がないっていうか。めっちゃ飛ぶなこのギア。このノブがなんかすごい持ちやすいですね。元からこのロングノブなんですか。ロングハンドル、オールブラックボディが限定らしいです。あ、これはいいわ。台場さんやりますね。重いけど、スギちゃんはリールのおかげか。もうすごい軽いです。あと、なんかこのハンドルの長さがちょうどいいっすね。なあ、ハスみたい。ハスフラットやん。あ、ハスフラットって言うの。これが噂の村上先生の渾身のネーミング。ハスフラット、ハスがフラフラっとしてるからしいです。いいのか悪いのか。じゃあちょっともうおっかないんで返します。ちょっとさっき打ったところを反対側から打ち直してます。トップ不発なんで、セコ釣り。ラフさがすごい。いきなりこう、あれですかね、一番弱くするっていう一番強い釣りから一番弱くするっていう、このツンデレ感が超過につながります。知らんけど、ここはチャンスやったけどな。このラインには多分俺だけ。まさにその向きですね、うん、はい、ペンシル不発です。はい、ただいま7時55分朝食のチョコチップ入りメロンスティックいただきます。105円、めっちゃ安い。うん、最高。でもバスじゃないな。超小バスでもないよな。足やな。いつまで戦っとん。終わったぐらいに投げる。そして終了。終了。なんなん。やめて。すごいね。今日はハスボイルってことか。明らかに捕食してる生物がこんぐらいやったよな。そうで、なんか魚体もなんか白っぽいし。バスや。バスがああいうボールを落としてるのに。ねえ、バスじゃないよ。はい、じゃあちょっと上流方面移動しながら打っていきます。僕はペンシルですね。プロは来たジャンボクランク。マグナムジャンボフランクみたいな感じで言っちゃった。ジャンボカニシみたいな。はい、以上です。現場からは以上でした。出ました、バレたバレた、口切れたな今絶対。ええ出方したな。ええ出方したっすね。さすがトリプルフック速攻かかったんけどな。
残念ながら今トップで出たんですけど、バレちゃいました。残念。ボール。ボール逃れたけど、ちっちゃかった。危ない。ちゃんと下だけ取ってるんで。イエーイ。あれ。とか。取れた。とこかかってる。ボーリング。はい。ボトンです。プロフィッシュです。ヒットルアーは。ヒットルアーはフットボール。フットボールジグに、ビーバーさん。ビーバー。ビーバーちぎられた。以上、現場から。ちぎられました。これマスバリ超負けした、めっちゃそれんちゃう。いただきました。ビーバー何点が。やっぱトップウォーター楽しいですね。フットボールジグ楽しい。あら、温度差。1球ポイント。おー、これでビーフに勝ったらレベルにすごい出ないっすね。護岸の切れ目長引っかかったな。おー、俺も切れそうな感じ。じゃあトップ終了で、今度はテキサスリグ打っていきます。シンカーはね、4分の1オンスに、なんかなんていう名前か忘れました。サオはコンバットスティックヘラクレス、これ 67MH に14ポンドフロロでやります。うん、いい感じ。まあ、とりあえずちょっと上流方面上がってきたんですけど、まあ、ここに、これがね、夢の架け橋っていうらしいんですね。で、ここまでがやっぱりよく釣れるそうなので、まあ、ここで一旦折り返して、下流に下っていきます。あ、意外と浅い。うん。こっちサイドは浅くて、こっちサイドは、ちょっと深くなってる。まあちょっと半分やりましたけど、なかなか厳しいですね。あと対岸やって、またダムサイトの方に戻っていきます。はい、じゃあここがクリスマスツリー、デカバスが必ずついているであろうという木です。今のところ異常ありません。はい、折り返しテキサスで打ちながら下っていきます。こんな感じ。はい、最後ですね。ここから、ダムサイトにかけて打っていって、あと対岸を打って、まあ最後しまいですかね。まあちょっと最後頑張ります。あ、来たかもです。ほっ、そこおる。おぉ今。見えたよ、バレた。はい、オートリリース完了。さっき今そこにピューって走るんですね。ちょっとでも魚っ気あるな。プロのテクニックでこの V 沿いを流していって、まあドラマが。あっとー、何あれ、あれはあれバスやな。あれはバスや。ボイルボイル、やっぱなんか、え、当たった、マジっすか。え、あ、ヒットはしてない。当たった当たった、すごい。もう一回トップウォーター。さっきのはバスでしたね。さすがに見えたもんな。ねえ、ボイルが起きてもいいように常にこっちにこうペンシルを備えておきます。フィーバータイム終了しましたね。で、こっちはセコ釣り。果たしてドラマは起こるのか。釣り番組でなんかあるじゃないですか、このタフコンディションをどう攻略していくのか。
あ、キクさん。キクさん、毎回タフコンディションっていう。いいね、そういうことはないな。まあ、その中でこうドラマを起こすっていうのがやっぱプロですよね。マジかよ、ギルでギルですね。ギルでギルですね。しかもちゃんとフッキングしてるし。ギルカラーでギル。ダッサ。いや、でも、だいぶでかいと思ったんですけど。横向いとったからな。まあ一応最後ドラマ、起きましたね。落ちた。今、ゴン食ったから、うわ。ねえ、僕もでかい思った。びっくりした。今のボイル？いや、わかんない。マジか。じゃあ、終わりということで。終わりということで。まあ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 。やっぱでも宝っけあるね、こっちの方。ありがとうございました。はい、ではもう、帰着ということで、まあ約半日ですね、やったんですけど、まあちょっと、超かいまいちでしたね。まあ、僕バス1匹かな。しかも小バス。まあなかなか厳しいんですが、まあ自然の中で癒されたんで良しとしましょう。じゃあ今日はこれで終わりにします。この度もご視聴ありがとうございました。またこのチャンネルがいいと思いましたら、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。